今日もアジングします。もう昨日やばすぎてハマっちゃった。アジングっていうかメバリングロットなんだけど、月がすげえ。今3時47分、4時ぐらいになったら明るくなってくるはず。竿はネットで買ったやつで、リールはタックルベリーに置いてあった。そんな高くないやつ、そこそこか、6000円ぐらいのやつか。ダイワの2000番海子のやつなんだけど、俺用にももう一個欲しい。大潮の満潮だと結構要注意。しかも今日は若干うねりがあるから。あー危ねえ。うわ、ルアー忘れたと思った。あーびっくりした。もう超忘れた。クーラーボックスに入れてたんだった。これかな。今日もメタルバイブについてるこの金具を使うと持ってんねんから。この辺ガジガジしてるから、こっから結ぶ。それでリーダーがどんどん短くなるっていう。昨日全部これで釣れたから、とりあえずこれでやる。ダイソーのマイクロジグの 5g シルバー。これアシストフックとかも最初からついてた。素晴らしい。昨日使ったのこっちだけど、ちょっと塗装が剥げたぐらい。針もそんな曲がってない。カンパチ、ショゴとか沸かし釣れたけど。あそこでなんか跳ねた。たまに水面に魚の気配がある。なんか来たぞ。ゆっくり巻いてたら来た。サバっぽいな。結構飛ぶんだよ、5g だけ。意外とゆっくり巻いてんだよ。すげえちっちゃい当たりがあるけど、すげえちっちゃい岩下サバだっけな。早巻きで行こうかな。マジか。30-40m 飛んでんじゃん。沈めてから巻いた。うわ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 、なんか魚が追いかけられてる。リーダー復活、糸も復活。今何時だ、5時前か。いい時間だな。あ、まだこれからか。まだまだこれから。大丈夫、
らってきてる。お、ハマスちゃん、あ、取れた。無理。超サイズアップしてんのに波が。お疲れ様です。開いて焼く。屋久島の塩をこのまぶすと。はい。グリルで焼く。ほか沸かしもうまそうだけど、これもうまそう。煮浸しです。これもうまそう。乾杯。お、ジューシー、うん。あれだね、やっぱ干さない方がジューシーだね。うん、うまっ。おいしい。夏って感じだよ。うん。ちょっと夏っぽい料理を作りたくてね。